セラミックファンヒーターセラミックファンヒーターとは、非燃焼系暖房器具の一つで、内蔵された発熱体に電圧をかけることで特殊加工されたセラミックスが発熱するセラミックヒーターを熱源とし、そこにファンで風を送り込むことで熱風を出す電気製品である電気ファンヒーターとも呼ぶ。かつては、副車式セラミックヒーターも販売されていたが、今日では、 暖房器具のセラミックヒーターといえば、通常はセラミックファンヒーターのことを指す。国内メーカーの上位機種には、加湿機能、人感センサー、消臭機能、ナノイー、プラズマクラスターなどが搭載されている。セラミックヒーターは、発熱体と、それを内蔵するアルミナなどから作られたセラミックスからなる。セラミックファンヒーターでは、 セラミックヒーターをアルミ製放熱フィン内に圧入してあり、ヒーターで発生した熱を効率よく放熱する。発生した熱は送風ンにより、機械へと送り出す。環境ビジネス用語辞典、AB セラミックヒーターハット AB、重大製品事故情報一覧。シャープ http://www.sharp.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュサポートスラッシュアナウンススラッシュインフォメーションドット html2014 年12月18日閲覧ありがとうございます